We'll be right back.
ですけど、ちょっとセブンイレブン、ちょっと真面目な話だな、セブンイレブンの加藤さんなんですけど、今日も行って、知らない人にはちゃんと説明します。そこの駅前のセブンイレブンに加藤さんっていう女のアルバイトの店員さんがいまして、ちょっと気になってるんですけど、毎週土日はなんかねシフトに入ってるらしくて、いつも会うんだけど話しかけられないってね、勇気が出ない。私でもちょっと絶対加藤さんに恋持たれてます。そういうやつもいるしなんか自分に自信が上がってくるんですよね。ちょっとなんか今日はおにぎり温めますかとか、そういう会話しかできなかったし会話なの？財布に5000円札しかなくて、大きいの出しちゃってすごいごめんなさいみたいな感じだったんですけど、それコンビニ店員の方からするとすごい迷惑なやつです。でもそんな、でもいつまでも、いつまでも店員とお客さんっていう立場でいたくないなと思うんで、いつか一歩先に進まなきゃなってそういうふうに思ってます。そういう曲です。違うね、うん、でも一歩先には進みたいと思って。そんなわけでして、ライブも一歩先に進みましょうか。はい、ちょっといいよ止めて、ちょっとここら辺でふざけた話を置いといてですね、ライブのあれがあるんで、3月の8、8日に、その前にね、3月の8日にここでやります。で、3月の12日に小山のクロスロードでやります。で、3月の25日に宇都宮のヘブンズロックっていうところでやって、で、最後3月の30日に足首がピコでもう一回やります。この先、4回ライブやるんですけど、まあそれやってこのバンド解散っていうことで、なのでまあね、1回ぐらいは足を運んでいただけると嬉しいと思います。で、あと4回しかライブないのに、あたデモ作って100枚も作っちゃったんで、買える人は10枚でも20枚でも買ってってくれて結構です。買ってください、お願いします。じゃあ次の曲やりたいと思います。